本日は日曜日なので目標振り返り会になっておりますああでも話したいこともあるなあの先日ですねえー、Web3 おじさんえー、オフ会やったんですよでその時に、えー、LLAC リブライアキャットのファウンダー周平氏と対談をやってまたその後ねちょっと僕ら少人数でまあな打ち合わせ兼 雑談会やった時の話も超面白かった。もうね、なんなん対談、しかも対談の前にジョイポリスでね、CNP のイベントがあったんで、そこでも会って一緒にタクシー乗って移動したんですよ。あれね、これ対談やる人聞いてて、対談やるとき、対談前に対談の相手と会っちゃダメ。もうね、最初の話が一番面白いから、 もうそれ対談に取っとけよって話しちゃう。で、あ、この話いいから対談でやりましょうってったら熱量下がんじゃん。だからね、対談前はね、対談相手と会っちゃダメ。打ち合わせしちゃダメ。<laughs> それ思いました。対談後の話もめちゃくちゃ面白かった。そして、対談の話もめちゃくちゃ面白かった。もうこの話したいけど、とてもじゃないけど、目標振り返り会と並列で無理なんで、まあ明日かな。月曜日に、えー、っと、本当に有益なところだけ抜き取ってですね。 お伝えしようというふうに思っております。えー、日曜日は目標振り返り会です。これなぜならば、1年間の目標を、えー、達成したかどうかアンケートで、達成したと答えた人19%、達成できなかったと答えた人37%、ここまでの合計56%、残りの44%か、44%の人は、目標そのものを忘れてしまったと答えていると。 まあこう考えると、目標達成したっていう人はものすごい一年になったと思うし、達成できなかったって答えた人も 100%1 ミリも、もう0%だったってことないと思うので、やっぱり前進してると思うんですけど、目標そのものを忘れてしまった人はもしかしたら自分のね、行きたい方向に1ミリも進まない一年を過ごしている可能性があると。これはさすがにもったいないよねということで、週に1回は目標を振り返る、習慣をつけましょうという意味で、 鴨頭嘉人が目標を振り返りをして皆さんもやりましょうと。そういう日になっております。それでは行きます。健康で7つ。毎日体重と体脂肪率と筋肉量を測り、計、記録する。ダイエット私やってまして、夏場はね、体脂肪率を12%まで落とそうということで、5月にね、7月までに3ヶ月で体脂肪率を19%から12%、7%落とそうって決めたら、1ヶ月で達成してしまいました。 これ、このままキープするか、今年は10%アンダーまで行くか、えー、アンダーまで行こうと思っております。7月までに9%台行きますので、楽しみにしていてください。<laughs> えー、1日平均6時間、あ、達成したらまたね、どうやって達成したかっていうのを発表しようと思います。1日平均6時間以上の睡眠時間を確保する。もう最近ちょっとね、足りてないかな。 6時間寝れてないかもしんない。ちょっと、もう来週から反省して、6時間以上寝るようにします。毎日必要なサプリメントを取る。やってる。週に1回以上サウナに入る。やってる。もうサウナで NFT 生まれてます。<laughs> 月に2回以上ボディトリミットメットを受ける。言えない。えー、やってる。もこの前もね、あの、ニーヨさんのライブ行ってきてね。 二時間踊りまくったら腰に来まして、やっぱりジジイだね。えー、すぐにあの、うちのお抱えのですね、新旧もやってくれてるユンユンに針をバチバチって打ってもらったらね、もうジョイポリスのイベントもガンガン歩けましたのでね、本当に助かっております。<laughs> やっぱり、年齢行ったら体に、えー、お金と時間かけた方がいいと思います。年に六回ボイスセンターで診療を受ける。わ、この話もしたい。行ってきたのよ。行ってきたの。めちゃくちゃ褒められた。もうこの話も今度します。えー、年に一回。これ関係あるからね、みんなもうね。 えー、年に一回人間ドックに行く。やってる。えー、運動で二個。毎朝筋膜リリースとストレッチをする。やってる。これ効果的よ。一日平均五千七百歩。一週間四万歩以上歩く。やってるよ、えー。レジャー自己啓発。えー、本を年間288冊以上、えー。月24冊以上読む。やってる。 あこの前、落読のせ、落読のね、説明会やったら本当にたくさんの方が参加してくれて嬉しかったし、そっからね、実際に速読習得しますって、もっと勉強しますって大人の人が増えたのが超嬉しい。やっぱね、学ぶ大人が増えるってもうこれ社会貢献じゃないですか。これね、調子に乗って毎月やろうかなと。毎月15日あたりにね。 あの、速読の説明会やっていこうかなと思っておりますので、えー、まだ受講されてない方、楽しみに待っていてください。えー、月に一回、裏千家のお茶会、東京武士道会で心を磨く、やってる。映画を月に二本以上は見る、やってる。ライブを月に一本以上は見る、やってる。人魚さん行ってきましたし、今度ね、来週、かいよしひろさんです。はい。大好きなんです。 てか、最初に、最初にレコードがあったのは、カイヨシヒロでございます。カバンドね。えー、ビジネスで7つ。コミュニケーション大全を10万部。あ、言ってないね。まだ6万5千部。でも、まだね、あのー、書店で動いております。出版社カムブックスから年間6冊の本をリリースする。まあ、いけそうですね。焼肉マフィアを単月黒字化。もう、バリバリでございます。本当にありがとうございます。もう、イベントぜひね、えー、来てくださいね。インバウンドの方と、あのー、お話しする機会もありますので。あ、あとね、もし、まあ、ボイシー聞いてる方や、 お子様でね英語をバリバリ活用して働きたいっていう方で。 鴨頭ガ人と触れ合っても大丈夫そうなメンタルの人がいらっしゃったら、ぜひね、あの、ご連絡いただきたいと思います。もう今回はね、英語バリバリで、もう鴨頭ガシと八丁が合う人だけ、えー、ちょっとね、働いてもらってもいいかなと、一人か二人ぐらいはいけるかなっていうふうに思っております。えー、鴨ファンディング年間100プロジェクト立ち上げる。これはいけるかいけないかギリギリぐらい。もう夢を叶えるクラウドファンディングですから、ぜひぜひ夢を叶いたい人はお問い合わせください。 カモファンディングです。NFT プロジェクト、Web3 おじさん、1万人育成計画、言いたいこといっぱいある。 言いたいこといっぱいあるけど、尺ゃんないから、これ明日、明日行きます、えー。会社を年商10億以上獲得する。今年は年商10億いかないな。10億いかないけど、利益は10億の時と同じぐらい、えー、確保するっていうのを今目標にしております。だから、売り上げを上げずに利益を上げるっていうのをね、今すごく意識して設計して、で、ね、これがうまくいったらまたね、ビジネスの講座でもお話ししようと思っております。すごいポジティブなことです。売り上げを上げないで利益を上げる。これも日本企業全員やらなきゃいけないことで。 えー、チャレンジ中です。会社の運用残高を最低1億円にする。まだまだです。えー、新規の事業立ち上げで3つ、東京エデュケーションギャラリーオープンする。工事始まりましたよ。楽しみにしててください。めちゃくちゃかっこいい大人の学びの聖地ができますからね。いよいよスタートいたしました。えー、6月の終わりか。 もしかしたら工事がずれたらね、7月の頭になっちゃうかもっていうふうに業者さんに聞いてます。いろいろ裏ではトラブルがあります。は <laughs> い、えー。え、かとデビュー曲をリリースする、えー、オリジナルソング6曲作っておりまして、今現在3曲レコーディングの収録が終わって、今、えー、あれなんていうのエンジニアさんがこう、調整するっていうの はい。作ってくれております。名前がわかんない素人だな。えー、オーストリッチの高級革製品ブランド、カモストリッチをリリースする。これ年末に行けそうな感じです。発信で3つ。ボイシーを毎日通常放送して、プレミアムリスナーを週に1回配信する。やってます。プレミアムリスナーね、本当にあのー、聞いてくださってる方わかると思うんですけど、めちゃくちゃ現場の生々しい情報で、こんなのどこにも売ってないと。 これだけ生々しい情報は本を買ってもインターネット上にもメルマガにもないともうここにしかないってぐらい生々しい内容が聞けるのでぜひぜひ興味がある方はプレミアムリスナー登録してみてくださいインスタグラム毎日発信するやってる毎日3つ発信しております本を2冊以上出版する進んでおります今夢と金が9割バリバリ書いております楽しみにしていてください 支援活動で3つ、カモビズシード育成により新規の株の所得を2社する、えー、地道に進んでおります。ライブプラットフォーム1899モールの顧問に就任し、国内の会員数増加に貢献する。今度ね、カモッチの方でも新しく T シャツとサングラス今考えてますので楽しみにしていてください。人間力大学の子ども支援会員を継続する、やっております。ということで、まあまあじゃないでしょうか。えー、と、改善した方がいいなと思ったのはやっぱ睡眠時間ですね。 もうね、睡眠が全ての健康のもとで、やっぱり土台が崩れると、その上側でやってる努力全部無駄になる。もうこれは健康でも、ビジネスでも、人間関係でも、共通の概念だと思うので、健康の場合は睡眠が土台。えー、それ注意していきたいと思います。しかもね、今言ったことの中でも、ビジネスとか人間関係の土台は、 健康。なので、健康より重要なものはございませんので、まあ、あの、僕、僕に言い聞かせております。すぐにね、あの、ビジネス大好きだし、人間関係大好きだから、そっちに意識や行きがち。え、で、僕と同じ特徴の人気をつけてください。まずは健康からでございます。ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように、せーの、いいね